はい、今朝もですね、いい天気でしたので、ちょっと屋外の撮影からちょっと入ってみましたけども、こちらはですね、これもアディダス作なんですけど、まあ、ちょっとあれですね、遊び心を入れた感じの作品になりますけど、スフェーンのバフトップに仕上げたオーバル 0.37 キャラになります。バフトップ、いわゆる、テーブル面をですねツルツルに、磨き上げたファセットがついてない、状態のものなんですけれども、裏はカット石の、いい木の幹が出るカットを、このように入れてますけれども、表面がツルツルで、ピカピカ光ってる感じですけど、ちょっと試しにですねスフェンで作ってみた感じなんですけど、これが顕微鏡ですね、まあ、ちょっとすいません、顕微鏡からのライトが反射しちゃって見にくい角度もあるんですけど、このようにですね、中からボワッとなんか、レンズからこう広がるかのような、輝き、ちょっと面白い感じですね。他の石でもいろいろやったことはあったんですけど、スフェンでやるのはおそらくこれが初めてだったような記憶がありますね。ですのでこれをですね、まあ、横から見てもらうんですね、はい、裏はカットがついているけども、表はカモションのようにですねつぶつぶにしている状態です。これは本当クリーンな石にしかできないカットなんですけどね、こういう中からぶわっと広がって見えてしまうインクルージョンがあった場合っていうのは、結構傷が拡大されてしまうカットなので、まあ、こういう結構綺麗な石にしかできないのでやってみたんですけど、でこちら部屋に戻ってですね、ライトを当てながらこのやっぱり不思議なというか面白い輝き、きらめき方しますね。はい、まあ、今回ちょっと試験的なこともありましたけど、まあ、小さいサイズでですねちょっと試しにやってみました。ただ結果的に結構個人的にはですね面白いなと思ってますので、また機会があればこのようなのを作っていきたいなと思っているところです。はい、裏面もですねこうやってしっかりピカッとしてます。石自体が品質のいいものなので小さいですけど、やっぱり手紙と、やっぱり面白いですね、見ててなんか今までのスフェンにない感覚のものがありますので、こちらをですね、今日はこれからこちらからご紹介してみようかなと思って準備してみました。よろしくお願いいたします。